はい、こんにちは、バストレール新海です。今日はガイド手、についてるローランス HDS カーボン12インチのアップデートを行っていきたいと思います。今回ガーミン魚探を購入したことによって HDS フロントのローランスがリアに回ることになりました。その関係で振動子を、従来のこのトータルスキャン振動子から、3-in-1 振動子、まあ一番今解像度も高くて探索できる範囲も広い、まあまあグレードアップしてる振動子を導入することにしました。まあ今のローランス自体のバージョンでも使えるんですけど、まあせっかくなんで、まあもう1年ぐらい経つのか、去年出て、アップデートまだしてません実は、っていうのがですね、ローランス、まあ昨年リンクしてたんですよ、HDS Gen 3とタッチと。でまあ僕のこれはもうちょっと経験談なんですけど、結構ね、アップデートしたことによって、なんか今までとちょっと使いづらくなったりとか、ちょっとしたトラブルとか不具合がありました。ので、今回アップデートしてませんでした。まあ、特にそのアップデートすることによって大幅に改善されることが別にあったわけじゃなかったので、そのままにしてたんですけど、まあ、今回、アップデートしてみます。で、ちなみにこのローランスの HDS カーボンシリーズから、自分でアップデートしても、この、言語、日本語メニュー消えません。ですが、まあ、聞いたところによると、まあ、僕も昔やっちゃったんですけど、Gen 2とか Gen 3で、自分で自宅でアップデートすると、表記が英語になってしまいます。アウトブレイクさんとか、ローランス代理店やってますので、まあ、そういった機種をお持ちの方は、ノースウェーブさんとかでもやってると思うんで、まあ、そういったところで、やってみるといいと思います。ただね、もうカーボンシリーズからはもう自宅でできます。で、現在の仕様なんですけど、はい、バージョン 18.2 になってます。まあ、こんな感じですかね。20.0 かなまで出てるんで。あ、ちなみにアップデート今からしていくんですけど、まあ、ローランスのサイトからやるんですけれども、こうやってローランスアップデートって検索してもらえれば、はい、室内なので GPS が即位不能です。はい、わかりました。で、ローランスソフトウェアアップデートのお知らせから、このリンクから飛んでったらわかりやすいと思います。で、まあ、翻訳はもうめんどくさいにしません。まあ、しますか、じゃあ。はい、で製品シリーズ、ここに、自身の予断を選びます。で僕の場合は HDS カーボン、これですね、カーボンを選んでいただいて、この一番下、このソフトウェアアップデートバージョン 20.1 クリックします。はい、でここはソフトウェアアップデートを押します。でここはノーを選んでください。でダウンロードYour file here を押すんですけど、でこの時に注意点があります。このデータをですね、保存するんですけれども、この保存先を必ず本体ではなくて SD カードに入れるようにしてください。このまま、まあ実はもうこれさっきファイルダウンロードしてあるんですよね、なんですけど、まあダウンロードするときに、本体に一回落として、そこから SD カードに入れようとするとエラーが起きますので、必ずこうやってこういったやつ使ってもらって、マイクロ SD にもう直接落とすようにしてください。はい。で、まあ5分くらいでダウンロード終わるんですけど、で、今、終わりましたね。はい。そしたら、これを、はい、一生懸命喋ってたんですけど、GoPro 電源切れてました。ということで、先ほど SD カード入れまして、まあ、電源を再起動しましたら、アップデート無事完了しました。はい。で、アップデートをしてる最中もずっとね、喋って回してたんですけど、カメラ。すごい、ね、今確認したら、撮れてなくて。まあ、こんな感じですね。インターフェースが、現行のライブと同じような感じになりました。で、設定を、はい。あ、この辺もちょっと変わったかな。仕様を見てもらうと、はい。バージョン 20.1 になりましたね。これで無事にアップデート完了したと思われます。言語パックもアジアのままで、日本語がね、消えてないですね。で、こんな感じで使えてます。見て、ちなみに、琵琶湖なんですけど、はい、これ今、日本全国の故障図入ってるんですけど、こ
これをね、ちょっとあの僕が琵琶湖で釣りした時に GPS 拡大すると、このね青い線がいっぱい入ってちょっと鬱陶しいなと思うことがよくあるんですよ。でもう僕は琵琶湖行く時はこれですね。まあ琵琶湖はたまたまというか、前 HDS 買った時についてきたカードがあるので、琵琶湖はこれを使ってます。こっちのマップですね、琵琶湖用のGPS マップ使ってます。ただもう今この GPS もね、ジェネシスライブっていうのがあるんで、まあ東進線とかの、まあ、地図が作れるので、まあ今ちょっとまだ作ってないんですけど、こちらは、はい、まああのこんな感じにしていただいたら、あの横にバーッと走る青い鬱陶しい青い線はなくなります。でさらに言うんだったら、両方入れることもできます。全国マップと琵琶湖マップするとすげえ複合されたマップになります。はい。道路も出ます。もう道も出ます。いっぱい出ます。そして線も出ます。で、先ほどの琵琶湖のこれも入ったままです。はい。で、ちょっとアップデートしていただいたら、もうそのアップデートをした後のマイクロ SD カードは別にもう抜いてもらってもいいですし、中のデータを消してもらっても構いません。もうね、本体はアップデート終わってるんで、まあ、これはね、ウェイポイントとかの保存に使うマイクロ SD カードなんで、またスロットル戻しておきますけど、まあこんな感じでアップデートできますということでした。で、カーボン、HDS カーボンからは、ローランスの新しい、ガーミンでいうライブスコープみたいなやつですね。もう使える機種になってますので、まあ、これからもちょっとローランスは頑張ってもらおうかなと思います。まあ、自分やっぱりローランスずっとね、HDS のゲーム1からゲーム2、ゲーム3と、ずっと使い続けてきて、まあ、今回カーボンまで使ってます。で、ライブの方はまだ購入してないんですけど、まあ、購入する予定もないんですけど、まあ、ずっとローランスを使ってきて、で、やはりちょっとした不具合ですとか、やっぱ高級旅団なんでね、ちょっとしたあのトラブルとかですごいビクビクしながら使ってた時もありました。例えばちょっとしたあの、まあ、旅団のスクロールスピードがおかしいとか、まあ、ちょっとチャートが思ったように動いてくれないとか、あとはそういったあの少し、まあ、ほんとのちょっと些細なことなんですけど、やっぱりあの、繊細なね、パソコンみたいな感じなんで、不具合も、なかなか症状を口で説明しにくいような症状とかが出たりして、まあまあ、あの、ローランスではそういった苦い思いもしてきたんですけれども、やっぱり魚探の性能としてはすごいあの、高いところがあります。いろいろね、あの、チャートにしても、ダウンスキャンにしても、まあ、他の魚探よりも優れてるっていう部分もありますし、で、まあ僕個人としても、ずっとこの魚探、ローランスは、まあ、10年ぐらいかな、もう使い続けてきてるんで、あの、今回ね、一番長く連れ添ったホンデックスがバスボートからは一度ね、外してみました。で、今回ローランスとガーミンの2体体制で行こうと思ってるんですけれども、まあ、世界的にはちょっと遅れを取ってしまったのかもしれません。ローランス、その、ライブサイトとかがなくて。ただ、こっからね、やっぱり、一番老舗メーカーのローランスがまた巻き返してくれるんじゃないかなと、まあ、勝手に。僕は思ってます。まあ、信じてます、ローランスを。うん。だから、新しいエレキも、ちょっとね、まだもうちょっと様子見たいなという気持ちありますけど、トラブルとかあんまないんだったらあれば、ローランスのゴーストにしようかなと思ってます。という感じで、ちょっと僕のね、はい、よた話というか、まあ、そんな感じで、はい、アップデートも無事完了しました、ということです。パレット人が増えた？もしかして。まあ、ちょっと使うのは楽しみですね。ちょっと3マシン同士もまだ使ったことないんで、もうあの、バスボートでは設置したんで、給油しかなんかで試していきたいと思います。はい、では、ご視聴ありがとうございました。めちゃくちゃでかいよ、これ。いや、これめちゃくちゃでかいよ。